日本大阪府豊中市、服部緑地小茂地服部緑地は、大阪府豊中市、服部緑地、寺内に位置する緑地。正式名称は、大阪府営、服部緑地で、大阪府を代表する緑地の一つ。1941年の防空緑地計画に、由来する大阪市大緑地の一つ。財団法人大阪府公園協会が管理を行っている。面積は約 126.3 ヘクタールで、甲子園、球場33個分という広大な敷地を有する。緑地内には緑豊かな自然のほか、山が池、渦は池、新宮池、小茂地など10以上の池や遊具が点在しており、春から秋にかけては、花見などの行楽客で賑わう。園内のほぼ全域が風致地区に指定されており、日本の都市公園100選や日本の歴史公園100選にも選出されている。入園は無料だが、公園内部にある日本民家集落博物館など一部の施設と駐車場は有料である。駐車場は4カ所設けられているが、多脚期には敷地内に臨時の駐車スペースが増設されることがある。2015年7月、2025年の万国博覧会の誘致を目指している大阪府は、仮に大阪府での開催が決まった場合の開催場所の候補の一つに、服部緑地が入っていることが分かったが、実際には大阪湾岸の夢洲での開催が決定した。小茂地のあぜ。ありがとうございます。